自民党の裏金事件をめぐる谷川弥一氏の議員辞職に伴う衆院長崎3区の補欠選挙が明日告示されます。野党同士が一騎打ちの公算、告示前最後の週末、立候補予定者らは選挙区内で懸命に支持を訴え、激しい前哨戦を繰り広げました。今度こそこの長崎から佐世保から金権政治を終わらせる。今度こそこの選挙区で皆様の代表として国会で仕事をさせていただきたい。おととい、選挙区内の佐世保市広田地区で開かれた立憲民主党比例九州の現職山田勝彦衆院議員の街頭演説会。告示前最後の週末に党本部から大物議員が駆けつけました。山田勝彦さんのお手伝いにやってまいりました、千葉からやってまいりました野田佳彦です。2011年9月から翌年12月まで第95代内閣総理大臣を務めた立憲民主党の野田佳彦衆院議員。自民党の裏金問題を受け、政治への信頼が地に落ちているとして政治の立て直しをしなければならないと訴えました。自民党はこの裏金問題に真剣に向き合って、きちっと国民の期待している方向に改革しようとしていますか。何にもやってないんじゃないでしょうか。二度と同じような金権制度政治を起こさない、そのためにも抜け穴のない政治資金規正法を我々は提案します。やらなかったら死に問えと自民党に、そういう覚悟を持って臨みたいと思いますので、そのためでも長崎3区では山田さんにご支持をいただいて、そのお墨付きを得たいと思うんです。与党自民党が候補者の擁立を見送った今回の補欠選挙、山田勝彦氏は金権政治からの脱却を訴え、保守層の取り込みを目指します。この長崎3区の戦いは、今までの裏金金権政治を変える大きな大きなチャンスです。皆様の声で動く真っ当な政治へ、もう変えます。一方、日本維新の会公認の新人で学習塾経営の井上章一郎氏も大村市で街頭演説を行いました。告示前から党所属の国会議員が続々と応援に駆けつけていて、昨日は安倍博樹衆院議員が支援の拡大を呼びかけました。教育の無償化や保育料の無償化、維新の首長が変わればあっという間にその地域の政治が変わっていったんですよ。井上さんに夢を託してくださいよ。この人は改革のダイナマイトだ、改革のダイナマイトだけなんです。井上氏は党は身を切る改革を進めてきたとして、実行力の違いを前面に打ち出します。今この長崎3区は政治と金の中心地とまで揶揄されています。日本維新の会は企業団体献金受け取りませんので、そういったしがらみのない有権者の方向けの、納税者の方向けの政治を実践することができます。対する立憲の山田氏とは同世代対決、若さを武器にできない中、しがらみのなさをアピールします。お父様が大臣だったことで、要するに自分では何か違うことを思ったとしても、お父様の流れで言えないこともあったりするのかなと。で、私はそういう制約というか、そういうのはありませんので、そういうしがらみのなさみたいなのはですね、訴えてきたかなというふうに思います。井上氏は候補者の擁立を断念した自民党支持層の取り込みを狙います。アメリカと その同盟をしっかり重視して行っていくみたいなところは、もう自民党と大差はないんですけど、まあ、立憲民主党さんは、まあ、共産党さんとも組んでやってるんで、まあ、そもそも自衛隊の存在どうなのかみたいなところですね。そこは大きなコントラストになるかなと。自民党支持層の方が、まあ、安心して投票できる先にはなっているのかなというふうには思います。ものすごく自民党に近い党の考えを明確にすることで、自民党を支持してきた保守層からの支持獲得を図ります。明日の告示を前に県庁では、
立候補の受付のリハーサルが行われ、県選挙管理委員会の担当者14人が流れを確認しました。くじ引きで立候補の届出順を決めた後、立候補に必要な書類を点検し、街頭演説の際に使う旗や腕章など、いわゆる選挙の七つ道具を渡すまでの手順を確認しました。特に若い世代の方々につきましてはですね、現状だけではなくて将来への思いも託して貴重な一票をですね、漏れなく投票いただけるように改めてお願い申し上げたいと思っております。立候補の届け出は明日午前8時半から午後5時まで県庁で受け付けます。投票は28日に行われ即日開票されます。